キンプリ FC 動画5月22日までに一斉変更で反創前。事務所の声明に疑問の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・リンチェのファンクラブ向け動画チェフシーの 配信期間が一斉に5月22日までに変更されネット上のファンから思い出を消さないでどこがファンファーストなのええー、のなどと怒りの声が上がる事態になっている。ジャニーズ系グループはファンクラブ会員を対象にした限定ウェブ動画を公開しており、基本的に配信期間は1年ほどとなっている。キング。 リンチェも同じような期間でチェフシー動画配信してきたのだが今月12日に SSNS 上ファンから FC 動画配信期限が全部5月22日までに変わってるアーテルといった声が相次ぎツイッターで FC 動画がトレンド入りするなど大きな騒ぎになった。 例えば、昨年11月3日にアップされたシングル、月読み、彩り、スペシャルメッセージは配信期間が2023年11月3日までとなっていたが、5月22日までに大幅短縮されたことになる。キング。 リンチェプリンス5月22日をもって平野市陽騎士太タ、神宮寺ユ太タの3人が脱退し平野と神宮寺は脱退と同時岸士は秋にジャニーズ事務所を退職所以降は高橋山と長瀬角の2人体制でグループを継続すると発表しているどうやら3人の脱退に合わせ5人体制での FC 動画は配信終了になるようだこれに対してファンからは キンプリの名前を残すのは今までの映像を全て残すためだと思ってた。思い出を全部消されて名前だけしか残らないなんて。FC 回避払ってるのに予告も連絡もなくし、レッド配信期限を変更するってどういうこと三人の脱退の日に思い出を全部消されるなんて耐えられないといった憤通りの声が殺到。 さらに、まだしばらく配信期間があるからファンクラブを更新したのに、と不満をぶちまけている人もいる。ジャニーズ事務所は今年の元日、日経新聞に藤島ジュリー系の社長名義で企業広告を掲出。2023年私たちの約束と銘打った声明でファンファーストを原点に一つになる。 タレント支える、スタッフ舵取りを担う経営者が同じ目線で語り、夢を分かち合うといった言葉を並べていた。そのため、ファンからは、どこがファンファーストなのファンファーストどころか苦しんでいるファンに追い打ちかけているといった声も寄せられている。その一方で、肖像権の問題があるから、 退場したメンバーが映っている動画を消すのは当然の対応では、脱退発表後の動画は配信期限を決めてなかったしこうなるのは仕方ない脱退するメンバーの意向で消すのかもしれないから安易な批判はやめる、べきといった意見もあり賛否両論となっているよう。 ファンからは FC 動画だけでなくグループ公式のインスタグラムや TikTok、Twitter の投稿まで消されるのではと危惧する声が上がっています。また、平野と神宮寺は脱退と同時に退場しますが、騎士は秋までジャニーズに残るため、FC 動画をすべて一斉に削除するという事務所の機械的な対応に疑問の声も、ファンの思いを無視しているようにも見えてしまうため、 強い反発が生まれたのでしょう。このような状況になってしまうと、3人が脱退した5月23日以降は、ファンクラブから退会する人が続出する恐れがありそうです。ジャニーズに詳しい芸能記者。退場者が映っている FC 動画については、セクシーゾーンへのメンバーだったマリウス洋さんが昨年いっぱいで脱退退場した後も配信されていたといったケースがある。 ただ、マリウスさんの場合は、退場と同時に芸能界引退となったので本人の許可があれば権利問題が簡単にクリアできるが、平野らは芸能活動を続けると見られ、退場後の所属先との兼ね合いから配信終了になったとの見方があるようだ。権利関係のことを踏まえれば FC 動画の配信終了は仕方ないのかもしれないが、 事務所がシレットサイレント期間変更をしたことでファンの神経を逆なでしてしまった印象は否めない。ジャニーズ事務所には元日の社長名義の声明の通りにファンファーストでタレントと同じ目線で語り、夢を分かち合うという姿勢を期待したいが、